世界が何なのか。親王は一つの結論を得た。妖気玉物前が持つ心境が作り出した。芝生たちはこの世界で他の英雄たちに襲われていた。心境の世界には空間だけでなく英雄たちの胸像に襲われている仲間は他にもいるだろう。危機を打ち払い真相を伝えなければ。英雄たちは二人、一方心境の世界の別の場所には状況がつかめぬままにさまよい歩く違和感を放つ風景の中を延々と歩き続けた秀吉たちは初めて自分たち以外の人影。おっほ、ありゃ三成じゃ。清正や正則もおるわ。それに孫作様も。よかった。じゃが何か妙な気もするの。あやつらきっと私たちに気づいてないんだよ。早く行って無事を確かめないとね。ええ、私も早く孫作様に会いたいです。さあ。あなたと一緒で嬉しいです。あいつらが見えたのは北の方じゃ。まずは来るとの。孫作様、秀吉様でしたか。承知しました。すぐに門を開きます。よっしゃー、たよっしゃー、よっ。ああ、さすがですね。その際が戦場の風を変えていく。俺と勝負だ。覚悟しろ。
な人が砦で待っていますぞ。私についてきてください。はぁ、危ない。ポッポ、ヤヤパパ、ヤヤパパ、今行くね。消去、もう一人では危ないのに。待つんじゃ、わしらと離れちゃいかん。何やら妙じゃ。嫌な予感がするわ。危ないところでした。援軍感謝いたします。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。状況だな。わしこそ天下無双の知恵者じゃ。油断してな、一気に押し潰せ。ああ、さすがですね。その際が戦場の風を変えていく。孫作と清正はあそこにいるよ。なあ、もっと近くに来てくれ。孫作様、よかった、ご無事で。今おそばに。待つんじゃ、なんか様子がおかしいわ。言葉も思いも届かない、ただの見姿です。やはりか。じゃあこっからは遠慮のをやらせてもらうわ。
すぎたか。気を引き締めていかないと。頑張ります。本作殿、遅れてすまない。ああ、これはどういうことだい。なんで孫作様と大凶様が戦ってるんだ。わからん。これは一体したことが。彫像は全て倒せたようですね。しかし立ちが悪いの。親しい者の似姿相手じゃ戦いにくいていかん。彫像とはいえ見た目は孫作様。それを傷つけて倒すのは辛かった。私たちの勝利ですよね。それにしても変な敵だったね。心がない。ええ、彼らは心境の中の存在、鏡の持ち主である。その賜物前という方は誰なんですか。私たちを騙…彼女は人の悲しみや怒りを糧とする魔性。遥か昔も人を騙し、そしてその悪事ゆえ長く殺生石に封印が解けた原因ははっきりしません。そして彼女がなぜ悲しみや怒りを糧とする魔性か。知ったもんの胸像に襲われりゃ人は傷つく。その心を賜物前は食らっとるわけじゃない。ええ、さすがは秀吉殿。おし、二手に分かれたかぐやたちもこのようあちらのことも心配です。急ぎ合流し、今後。すごい。ああ、お前。